レフトへ運んだ強い打球、野村の打球は伸びていく、スタンドに届きました。野村大事に飛び出した、ライオンズ反撃、第4号のソロホームラン。8月4日のイーグルス戦以来、野村大事に1本が出ました。小島2アウトからの被弾、今シーズン15本目のホームランを浴びています。ホームイン、ライオンズ1点返しました。5対1、その差は4点です。こういうね、やっぱホームランっていうのがもったいないですよね、はい、特に2アウトを取ってますしね。